なんだ今の爆発は。まさか。メディカルマシンにはいないだと。己、どこに逃げよった、ベジータ。早く早く探しなさい。あったぞ、ドラゴンボールだ。確かに5個揃ってるな。だが5個全てを持っては逃げきれん。しかものんびり考えている時間はなさそうだ。ここに誰も近づけさせんように時間を稼ぐ。よし、今度は俺だ。まさかベジータのやつ、ドラゴンボールを狙って。ドラゴンボールが、あの野郎。なんたる集大ですか。今すぐ徹底的にベジータを探しなさい。1時間経ってもベジータをここに連れてくることができなかったら、この私があなたを殺しますから。はい。サイヤ人というのはやはり底知れぬ戦闘力を秘めているようですね。戦闘を重ねるたびに大きく向上する。もちろん私にかなうわけありませんが、未来のことも考え、今のうちに目をつんでおかねば。スーパーサイヤ人にでもなられては厄介です。こうなったらギニュー特戦隊を呼ぶしかありませんね。あった、あったぞ。我ながら素晴らしいコントロールだ。ざまあみやがれフリーザメ、ついに奴のドラゴンボールをいただいたぞ。これで俺があの村の水に沈めた奴を入れれば、あとはたった一つで7個全てが揃う。ん？強い戦闘力か、ザーボンか。すげえや、俺にこんなパワーが。これならすぐにご飯を迎えに行けそうだ。最長老様んとこに行けば、お前はもっともっと強くなれるんだぜ。あいつは地球人の、なぜこのナメック星に。しかも最後のドラゴンボールを持っていやがったぜ。何から何までこの俺に運が向いてきやがったぞ。くそ、ベジータめ、一体どこに。このままでは私の命はフリーザ様に。あれはとうとう見つけたぞ、ベジータ。ん？でかい戦闘力がついてきやがる。ザーボンに見つかったらしいな。しかしいい機会だ。あの地球人のボールをいただくついでに今度こそ片付けてやる。この前の戦闘でザーボンは完全に自信をつけて油断してかかるはずだ。まずはその前にあの地球人からドラゴンボールをいただいてやる。クリリン君、隠れてないと危ないじゃないですか、ブルマさん。それもしかしてドラゴンボール？本場のドラゴンボールってでっかいのね。なかなか話のわかる最長老さんでしたよ。
そうだ、ブルマさん、ご飯はどこですか？あいつも最長老さんのところに連れて行きたいんだけど。もう一つのドラゴンボールを見つけに行ったわ。ベジータが襲った村のあたりでレーダーに映ったのよ。え、本当ですか？何？この木はまさか。ベジータ！意外なところであったな、地球人。しまった、強くなったのに浮かれてあいつの気に気がつかなかった。それにベジータはスカウターとかいう機械をつけてない。ベジータも木を探れるようになったのか。その大事そうに持っているドラゴンボールを見るとどうやら目的は同じらしいな。いいか、俺にはそのボールをいただく前にすることがある。だがそいつを持って逃げようなんておかしな気は起こさん方がいいぞ。え、来やがったな。ずいぶん舐めた真似をしてくれたな、ベジータ。貴様のおかげでフリーザ様の私に対する信用はガタ落ちだ。もう一度半殺しにして貴様の奪ったドラゴンボールのありかを喋ってもらうぞ。やってみろよ。降臨やつめ。やはり油断してやがる。私から逃げられると思うな。はい、やりっこほう。随分と体力が落ちてるんじゃないか、ザーボンさんよ。あんたの死はもう近いよ。死が近いだと笑わせるんじゃない。私は貴様より戦闘力が高いんだぞ。貴様が私に勝てるわけがない。アイヤ人は戦闘種族だ。やめるなよ。ドラゴン！はあ！死にかけた俺を治療してしまったのはまずかったな。そうだったろう。サイヤ人は死から立ち直るたびに戦闘力をどんどんと高めることができる。そうか。そういえば悟空も激しい戦いのたびに強く。さてと、どうする？おとなしくそのボールをよこす気はないのか。こいつを渡せば おとなしくここから消えてくれるか。まあいいだろう。
ドラゴンボールさえ手に入れば、ザコなどと遊んでいても意味はない。これで俺はフリーザに代わって全宇宙を支配することができる。永遠の命を手にするのだ。7個全部揃うもんか。頼むぞご飯、ベジータに見つからないように帰ってきてくれ。クリリンさんたち大丈夫かな。早く戻ろ。敵に見つからないように気をつけなきゃ。もっと急いだ方がいいかな。そんな場所は。ん？前方に強い戦闘力が突然、いや、気配が消えた。バカな。何者だ！さっさと姿を見せんと、この辺り一帯を吹っ飛ばすぞ！おお、カカロットの息子か。ドラゴンボール、まさかそいつは。プレゼントされたんだ、貴様の仲間のツルツル頭にな。お前クリリさんを殺したな。そうしてほしいんなら今から引き返して殺してやってもいいぞ。え？感謝しろ、すべてのドラゴンボールが集まった祝いに生かしてやった。全ても？あ、その手に持っているのは何だ？え、これは時計だ。そんなでかい時計しか作れんような科学力でよくこんな星まで来れたもんだぜ。ところでカカロットの野郎もここに来ているのか？来てないよ。そうか、そいつは残念だったな。地球に戻ったらカカロットのやつに伝えてくれ。今度こそ必ず貴様と地球を吹っ飛ばしてやるってな。助かった。実はさっきここがベジータに見つかったんだ。急いでこの場を離れないと。大体はわかります。僕もベジータに見つかっちゃって。え、このボールはなんとか隠したので見つからずに済んだんです。お前もラッキーだったんだな。とにかく急ぎましょうよ。バカな！あの崖にあった場所はここと地球人のいたところの直線上だった。しかしボールをどうやって探し、あのガキが持っていた機械、あれは時計じゃないな。あのガキども、舐めやがって。許さんぞ。そう、消えやがったとか。どもめ、生意気な真似をしやがって。やつらもこっちの持っている6個をいつか必ず狙ってくるはずだ。その時こそ覚えていろよ。